次はですね、トーノス、これは南郷地区になりますけど、トーノスの早乙女踊りを、ね、ご覧いただきたいんですね。早乙女踊り、一般には田植え踊りって言うんですが、福島県にはね、なんと120カ所あるんですよ。そのうちの40カ所は会津にあります。この会津にある40カ所のうち、かつてはですよ、今中断してやめたところありますけどね、古くはね、32カ所はなんと稲川周辺、只見から旧南郷村、稲村ですね、そこにですね、30カ所以上あったんです。で、今はだいぶ中断してしまって残念ながらですね、やめられたところ多いんですけど、今行っているのはわずか7、8カ所ですね。ただ今回ご披露いただきます、トーノスだけはね、ほとんどやめないで今まで継続してまいりました。実に素晴らしいところですね。で、この早乙女踊りなんですが、今からですね、320年ぐらい前に会津の藩、殿様がですね、作った記録の中にこういうこと書いてあるんですね。小正月、1月の15日前後です。小正月にね、若い男の人が女性に扮して、で、太鼓を打って田植えに関する歌を歌って、一軒一軒回って歩いてね、回って歩いてお米やら銭をもらったと書いてあるんですよ。踊ったとは書いてないんですね。200年ぐらい前の記録にですね、ようやく笛も加わって踊りながら歩ったと書いてあるんです。200年ぐらい前にね、踊りをついたと考えていいと思いますね。それが今度はね、一気にね、この南藩に広まっちゃったんです。なぜかっていうとですね、この早乙女踊りはもともと豊作期間ですから、それがですね、この南藩というのは高齢地ですね、標高が高いし、しかも稲川周辺というのはね、昭和35年ぐらいまでたびたび洪水になりました。もう川の周辺に、ね、田んぼがございましょう。でもちょっと大雨降ると全滅になるんですね。で、それで何としても豊作になってほしいという気持ちが強くてですね、もう会津盆地で始まったこの早乙女踊りが一気にね、この稲川周辺に広まったんですね。ですから大変古いですね、形がよく残っております。で、この早乙女踊りがなんとですよ、中通りの北部に行って阿武隈山地を越えてね、総務町に広まっているんです。そして120箇所になっちゃったんですね。その家元が山、こちらのですね、南会津の早乙女踊りなんです。おそらく200年ちょっと前に始まった姿とね、そう変わりはないとは思ってますね。大変古風な素朴な形を今なお受け継いでおります。さあ、それでは早速ですけれども、このトーノスのですね、早乙女踊りを準備できました。どうぞご覧ください。
トーノスの早乙女でございました。早乙女っていうのはですね、ご承知の通りもう申し訳ないと思うんですが、田植えをする時の乙女なんですね。で、さって何かというとね、田の神様のことなんです。早乙女っていうのは田の神様に仕える乙女ということで、昔はですね、田植えはね、未婚の女性でないと豊作にならないと信じたんですよ。申し訳ございませんが、おばちゃんはダメだったんですね。その姿が出てますから、大変可愛らしい、綺麗なですね、姿で回るのはそういうことですね。さあ、で、保存会長さんにおいでいただきます。ちょっとお願いいたします。ご苦労様でございました。まず保存会長さんにお願いします。今の時代ね、これだけ受け継がれたら大変なことですよね。はい、そうですね。少子化の時代になりますんですから、どうしても踊り子がなかなか手に入らないというか、そんなわけで、今では中学生からお願いしております。今日、早乙女になった方で一番若い方はおいくつですか？高校1年生ですね。高校1年生ね。はい、でもね、予想ではね、早乙女踊りはほとんどね、男性なんですよ。男性が化粧しましてね、おしろいをつけて、口紅つけて、アイシャドウまでつけますから、その辺のね、ギャルよりはるかに色っぽい姿になるんですね。で、お宅の方はかなり前から女性ですよね。はい、戦時中ですか、ちょうど男の人がいなくなったものですから、女の人たちが途中で後をついていただきまして、こうやって残っているわけです。やっぱりかつては男性だったんですね。やっぱり戦争で皆さん出世なかったから男がいなくなっちゃったんですね。で、お隣が事務局長さん、まあ、会長さんの指示でね、いろいろこまんまと動いてらっしゃるんですけど、まあ、今伺ったんですが、事務局長という立場で何が一番ご苦労でしょうか？やはり20人は必ず必要なんですね、この私たちの早乙女踊りは。それを確保するのが、例えば今日は日曜日ですけど、平日の日もありますが、20人の確保が一番難しいですね。まして今日は早乙女の5人のうちの1人がちょうど、風邪をひきまして、急に代役を立てまして臨んだわけなんですが、まあ、そこら辺の人数集めが一番苦労します。お互いに生身ですから風邪ひくこともキャンセルすることはありますよね。あってはなりませんけれどもね。でもある意味ではね、私今会長さんの方が女性がいるということで、男性よりは多少ね集まりやすいんですが、今トーノスは何個ぐらいの所であるんですか？70件です。70件、それで20数人以上集める。これは大変ですね。でも会長さんの命令で事務局長はもう応募走り回って何とか出てくるやつですね。もっぱらもう頭下げるのは専門でございます。はい、そうです、専門です。まあ、その代わり慰労会には一番飲みますが、飲ませてもらいます当然ですよね、一番ご苦労になってるね。まあ、そういうことで、とにかくトーノスといえばね、長通りでも知らない方ないぐらい有名なんですよ。トーノスの早乙女と言いますと、そのぐらい中断せずに頑張ってらっしゃった、その一つ誉れ高い踊りをどうぞ今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあここでですね、5分ほど休憩を頂戴いたします。よろしくお願いします。